はい、こんにちは。自営業専門税理士川南です。本日の動画はインボイス制度を登録しなくていい人について解説をします。こちら動画前編になります。来週にね、後半出しますので、どちらの動画も見ていただけると嬉しいです。私はオンラインサロンの運営と、いろいろと SNS を運用しております。またビジネス書を2冊出版しております。概要欄に URL まとめてありますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。では早速本日の動画、インボイス制度を登録しなくていい人はどういった方なのか、動画で一緒に勉強していきましょう。はい、インボイス制度登録しなくていい人は一体どういった方なのか、一緒に見ていきましょう。本日の動画なんですけど、注意点があります。今回のインボイス制度登録しなくていい人に該当すれば 100% 大丈夫だとか、自分は大丈夫かもしれないというふうに勘違いをして、インボイス制度を登録しないが上に損してしまうこともありますので、ビジネスというのは人それぞれ違いますので、今回の話、該当すれば自分は 100% 大丈夫だって話ではないので、そこだけ勘違いのないようにしっかりとまず押さえてください。今回の動画の話は取引先がポイントになっていきます。本日の内容です。登録しなくていい人、一体どういう人なのか。結論はこちらです。免税事業者でインボイス制度を求められない方は、インボイス制度を登録しなくてもいいという可能性が高いということになります。本日はまずインボイス制度を軽くおさらいをして、どんな人が該当するのかを解説します。そして今回は前編となりますので、後半の方は次週動画でまたさらに解説しますので、ぜひ両方ご覧になってください。ではまずインボイス制度について簡単に復習をします。はい、まずインボイス制度についてなんですけど、消費税のルールが変更するというものだと思っていただけると分かりやすいかと思います。税務署に登録をすることで番号を発行されます。この登録をしますと、免税事業者の方は自動的に課税事業者になります。要はインボイス制度に登録すると、今まで免税事業者だった方も課税事業者に自動的になるというのが大きなポイントです。そして課税事業者になるということはですね、消費税の申告が必要となります。そのため消費税の納付も発生するということになります。そしてこの発行された登録番号を記載したものを適格請求書というふうに呼んで、イコールインボイスというふうに呼んでおります。この適格請求書がどういった書類なのか、ちょっと後ほどの書類で紹介しますので一旦進みます。インボイス制度自体は令和5年の10月の1日からスタートします。申請の締め切りは原則こちらなんですけども、令和5年の9月の30日までに申請をすればセーフということになっています。では次に適格請求書というのがどういった書類か、さらっと紹介します。はい、こちらになります。適格請求書イコールインボイスと読まれるものです。適格請求書の要件を満たすルールは1から6番いろいろあるんですけど、今回インボイス制度で大きく変わるルールはこちら1点だけ押さえていただければ大丈夫かなと思います。本日の動画ではここさえ押さえておけば大丈夫ということですね。この1番の登録番号が記載されている領収書、請求書、納品書なのかどうかというのが非常にポイントになります。この登録番号が記載されていないものは適格請求請求書ではないよという風になることを押さえてください。では次のスライドから、登録しなくていい人はどういった方なのか具体的に紹介をしていきます。はい、こちらです。登録しなくていい人ですね。まず免税事業者であること。そして免税事業者でインボイスを求められない人はですね、インボイス制度に登録しなくても大丈夫な可能性が高い人ということができます。どういった方か具体的に紹介をすると、取引先、お客さんですね、お金をもらう人、要はサービスを提供してお金をもらう取引先がですね、一般消費者の場合が該当してきます。この取引先というのは自分のお客さん、自分がサービスを提供してお金をもらう人なので、ここしっかりと頭に置いて次のスライドへ進んでいってください。この一般消費者っていうのがポイントになります。もう少し図解を使って紹介したいと思います。こちら私が出しているインボイス Q&A ブックから持ってきた図なんですけど、こちら宝島社さんから出版してますので、インボイスね、もっと詳しく知りたいなってことはぜひ Amazon や楽天ブックスで購入可能です。 Kindle 版もありますのでよろしくお願いします。ポイントは取引先になります。このように3つパターンバージョンが上がっております。取引先が企業のみの場合、また取引先が企業と消費者両方の場合ということですね。今回の動画の解説のポイントはこの3つ目のところになります。取引先が消費者
者のみの方、ここに例えばのね業種が載っております。例えば学習塾や家庭教師、美容院やネイルサロンなどなどが該当することが多いかな。この業種だから絶対に大丈夫ってわけではないんですので、ここ誤解のないようにお願いします。取引先が消費者のみの場合、インボイス発行事業者になる必要がない可能性が高いというふうになってます。取引先が一般消費者だと、どうして登録をしなくていいのかを次のスライドから解説をしていきます。はい、こちらも同じく私の出版した本から持ってきた図になります。取引先が企業ですと、インボイスじゃない、要は適格請求者じゃない請求書領収書を渡すと、企業側が困ることになります。しかしですね、取引先が消費者だと、お客さんは別に困らないんですね。要は何かサービスを提供しても、お客さんがレシート領収書必ずくださいっていうような方じゃないっていうのが、一般消費者の方の判別の一つの判断基準です。どういったことかと言いますと、もう少しね解説を追加します。一般のお客さん、要は一般消費者と呼ばれる方はですね、レシートや領収書をもらわなくても大丈夫、要は経費にしないので、レシート領収書は別に必要ないよ、いらないよって方になります。つまり経営者ではないとか、自営業ではないという方が一般消費者の方となります。自営業ではなく経費にしないというふうになりますと、確定申告をする必要がないので、レシートや領収書を保管しておいて経費に上げる必要がないので、レシート領収書いらないよ、必要ないよ、ですので、つまりイコールインボイスは求められないということになるんですね。ここがポイントになります。ですので、取引先が一般消費者の方はですね、インボイス制度に登録しなくてもいい可能性が高いということが言えるわけです。ここで1点注意点なんですけど、じゃあ今言ったように、お客さんが一般消費者すべてなのか、該当すればね 100% なのかというと、 100% ではないので、これをもう少し具体的なね例業種を交えて解説をしていきます。はい、絶対ではない理由として例を挙げていきたいと思います。例えばですね、美容室のケースです。美容室ですとね、一般のお客さんだけなんですうちはっていう美容室もあれば、中にはですね、取引先に結婚式場の売り上げがあるというような美容室さんもいると思うんですよ。そうすると、同じ美容室なのにインボイス制度に登録しなくてもいい可能性の人と、いや取引先によってはですね、同じ業種なのにインボイスを登録しないといけないという方が発生するわけです。この取引先の結婚式場がある場合は、この結婚式場がですね、大きな企業、まあ取引先が大きいということでね、やはりインボイスが欲しいというふうに言われる可能性が高いわけです。ですので、関東の方はですね、一般のお客さんだけなんですけども、着付けの方になると企業との取引があるとか、まあメイクに関してはですね、ちょっとね結婚式場さんと取引があるっていうような美容室の方はですね、やはりインボイス制度に登録しないといけないというような方向に流れますので、きちんと自分はどうなのか、どんな取引先がいるのかをしっかりチェックしましょう。これ他のケースでも紹介します。次、カフェのケースですね。小さなねカフェを経営されてる方ですと、一般のお客さんのみだけなので、インボイス制度登録しなくてもいいかなと思いがちなんですけども、もしかしたらですね、そう見えてるだけで、実は接待を打ち合わせで利用しているお客さんもいるかもしれません。そうするとですね、打ち合わせや接待になりますと経費として利用するため、レシート領収書にやはりインボイス制度の番号が欲しいという方も中にはいるということです。そしてオーナーが勝手に思い込んでいて、あの方はきっと一般消費者だろう、別にスーツも着てないしラフな格好だしと思っていたらですね、実は経営者でとか、実は自営業の方だったということもあります。最近あのお客さん前は来てたのに来なくなったなみたいなことがなるので、ご注意ください。これは飲食店のケースでも同じようなことが言えます。忘年会や新年会で企業がね、このお店として予約して利用している場合とか、こういった方もですね、あの企業さん以前は予約してくださっていたのに、最近予約ないなーっていうふうに思っていたら、実はインボイス制度に登録してるかしてないかが要因だったっていうケースもゼロではありません。そして今後はですね、会社や企業の独自ルールでですね、インボイスを登録したお店じゃないと利用しないでくださいねとか、いやうちの会社はそういうの関係なくて大丈夫ですなど、経理や会社ごとに独自のそういったルールができてくるんじゃないかと予測されます。ですので、知らないうちにインボイス制度を登録していないがゆえにですね、知らない間にお客さんを失っていたっていうケースもありますので、ここ本当にご注意ください。まとめますと、
必ずしも来ているお客さんが一般消費者かどうかというのは分からないですよね。外から見ているだけでは分からないということが注意点になります。そして今言ったように知らないうちに取引先を失う、または売上ダウンに直結することもありますので、こういった点から絶対ではないということをしっかりと押さえておいてください。そしてですね、自分の利用しているお客さんが一般消費者かどうかを確認するっていうのはね、現実問題無理な話になります。皆さんは思い込みで失敗しないようにしましょう。はい、では次回予告と本日のまとめになります。次回予告はですね、今回は一般消費者の方をメインに取り上げましたが、次回は取引先が一般消費者ではないんだけども、インボイス制度を登録しなくてもいいパターンをパート2後半戦ということで紹介をします。本日の動画のまとめは、免税事業者で登録しなくてもいい人を解説しました。要は登録をしなくてもいいビジネスとして、結論ですけど、お客さんが一般消費者であるある方はインボイス制度に登録しなくてもいいかもしれないよっていう話を紹介させていただきました。そしてですね、例えのね、業種にも出てきましたけど、美容院や塾や習い事、小さなね、小売店、要は小売店でもですね、一般消費者のみのお客さんということですね。ここね、ご注意ください。先ほど例でも紹介したように、絶対ではない理由紹介しましたように、取引先次第でもあるので要注意です。知らないうちにお客さんを失っていたり、売上ダウンにならないようにだけそこは注意して、ご自分の責任でインボイス制度を登録するのかしないのか、自分のところは全員一般消費者のお客さんばかりだから大丈夫かどうか、しっかりと判断をしてください。ポイントは、自分の取引先、要は売上サービスを提供することによって、もらうお客様がどういった方かで判断をします。次回の動画もお楽しみに。私はオンラインサロンを運営してます。メリットが3つあります。1つ目、オンライン上に税理士を雇うということで、質問相談がオンライン上でいつでもすることができます。こちら Facebook の非公開グループで運営をしています。2つ目、サロンズームを定期的に開催しております。こちら2ヶ月に1遍程度サロンズームを開催してます。直接私に質問相談することもできますし、また起業してるメンバーばかりなので異業種交流会ができるということで非常に好評です。3つ目、税理士の裏側を公開しています。ビジネスに関する経理税金の新しい情報、また SNS の裏側やビジネスに役立つ情報、オンラインサロンのみだけに投げている情報になりますので、ぜひね、オンラインサロンの方ご入会ご検討ください。入会お待ちしております。詳しい内容は URL で飛べるようになっておりますので、そちらの方からご確認ください。はい、 SNS のフォローとチャンネル登録よろしくお願いします。 YouTube の高評価ボタン、感想をいただけると非常に励みになりますので、よろしくお願いします。またその他 SNS はですね、Instagram、Twitter、TikTok、Voicy とやっております。 Instagram はフォロワーが3万人、 TikTok はフォロワーが 6.3 万人、 Voicy もスタートして今フォロワーが2000人になりましたので、ぜひ他の SNS、 また YouTube とは違った内容をシェアしてますので、フォローの方お待ちしております。また冒頭にも紹介したように、ビジネス書2冊出版しております。インボイス制度 Q&A ブック、30分でスパッとわかるっていうね、インボイス制度の本出しております。またフリーランス自営業の方に必要な項目を1冊にギュッとまとめたバイブル本を出版しております。どちらもですね、 Amazon 楽天ブックスから買えますし、 Kindle 版もありますので、ぜひよろしくお願いします。はい、それでは本日の動画以上になります。今回はインボイス制度を登録しなくていいほど前半ということで、一般消費者がね、お客さんの方を解説させていただきました。次回はですね、また違うパターンでインボイス制度登録しなくていい人後半戦やりますので、動画の方チェックしておいてください。そして次週の動画見逃さないためにも、チャンネル登録よろしくお願いします。本日の動画は以上になります。自営業専門税理士川南でした。またの動画でお会いしましょう。それではまた。